嘘は嘘であるとか、見抜けるる人ででないいと難ししものがあるでしょうねそれのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた自分に驚いた、あですか写像って。とつくのやめてもらっていいですか。それ明らかにゃなって、あなたの感想ですよね。<う>なんかそういうデータあるんですかあそれはでも、そういうふうにしか理解ができない知能の問題バーあ、ごめんなさい。<laughs> <laughs> さんんのななに社話はもうなんかニュースになってますかへえそうなんだちょっとググっていいですかテレ東高橋とかで検索すればいいですかえっ、ー、とあすげえヤフーニュースになるんだテレ東名物 P 高橋氏が大社へヤフーニュースただ僕あのヤフーのニュース見れないんですよね <laughs> あのヨーロッパから見ないんであ今さンソンいました えー、テルトの名物プロデューサー高橋弘樹2月末で退社家ついてていいですかを手掛ける、えー、テルト業に行きばれて家ついてていいですかなどを手掛けた高橋弘プロデューサー41が今月末で同局を退社することが6日分かった、えー、2016年に第53回ギャラクシー賞テレビ部門優秀賞を受賞したと番組のか世界なぜそこ日本人なので知られるヒットメーカー同局は産経スポーツの取材に今月末で退社するのは事実ですと認め21年3月のサックマンドビクシーク氏に続き名物プロデューサーの立ちとなる、えー、高橋はチャンネル登録者数100万人の人気15チャンネルに一 慶應大学の推薦書で退社後はユーチューバーなどとして活動するといられる <laughs>。お疲れ様でした。<laughs> いやあのね多分ね動画見てる人は薄く気づいてると思うんですよね。あのえっと草津で僕とそのうちの彼女と高橋さんの三人で話をしている動画っていうのがあるんですけど、あの会話が。 微妙に、なんか、その、変なんですよ。日経テレ東大学のチャンネルが1年10ヶ月で100万人登録突破は、結構珍しい。メディア系の YouTube チャンネルは割と伸び悩みがあります。アベマプライムの100万人突破は3年以上かかってる。テレビ東京公式 YouTube チャンネルは、17年やって132万人登録。いや、その、日経テレ東大学、将来どうしたらいいですかねみたいな。 なんでそれ聞く必要あんのっていう、あの、うちの彼女のリアクションと、僕と高橋さんは、あの、この結末が分かっている状態だから、あの、いろいろこう、思うことと口ごもるっていう状態で、あの、うちの彼女は、あの、普通に会話をしてるっていうので、気づく人はあれで気づくんじゃないかなと思うんですけど、っていう感じで、 で、あと、その、えっ、ー、と、日経テレ東大学の、その、チャンネルがどうこうとか、で、先週で行くと、小林さんっていう国会議員の方が出てきたんですけど、その、パンダの首を壊しちゃうっていうのがあった時に、あの、すいません、僕が先に壊しちゃいましたって言ってるんですよ。要は、先に壊す何を っていう話で、あれはあの小林さん分かってて、僕と成田さんはそれ見てゲラゲラ笑ってるっていう、あの、規定路線ではあるんですけど、もうちょっと隠すのかと思ったら、なんか先に言っちゃったんすね。えーえー、すごいね。あの、ここまで喋っといてコメントで、ひろゆきはやめるの知ってたのって <laughs>、えっと、あのね、草津で多分話したのね、去年の12月とかなんですよね。 なのであのであ勘のいい人は多分ね、もう分かってたんじゃないかなと思うんですけど100万人登録の日系テレ東大学が終了へ、内部の人間ですが、単純に日系が NG と言ったのが理由です、日系の意図に沿わない、報道番組はテレ東では作れないということです、社内で戦いはあったようですが、日系の圧力にはプロパーテレ東では対抗できません。えー、高橋 P がテレ東大社とニュースになってましたが、高橋 P と日系テレ東の今後について、ろ紀さんの見解を聞きたいです。 じゃあなんかそのあの要は高橋さんがどこまで話すかテレ東がどこまで話すかっていう問題なんですよただ今僕は過去のチャンネルでこの人はこういうことを言いましたというすでにあるコーチの情報を言いましたえっ、ー、と僕が先に壊してしまいました何を高橋さんが辞めるという情報を 小林さんが知ってるだけだったら壊すという表現はしないのではないかなという予測が立つと思うんですよなので小林さんが考えた壊すは果たして何のことなんでしょうかっていうあの一切僕は情報を出してないんですけど分かる人だけ分かってくださいテレビ東京と日本経済新聞が共同で運営する YouTube チャンネル日経テレ東大学が終了することが週刊文春の取材で分かった 時期は今年3月で調整しているというえう、ー、成田さんが日経テレ東大学とアベバプライムを引退するみたいですが、ひろゆきさんとの絡みをもう見られないんですかほ、まあ、他のところで絡む可能性あるんじゃないですかね。 と日経テルト大学に成田さんが出ないという発言をするのは多分その公に出てる情報を拾って予測できる人がの段階であればまあまあそう,そうなるよねだってなんだもんっていうので理解はできると思うんですけどで多分成田さんは。 それを書くだけだと、なんかちょっと思い入れが大きいというか、日経テルト大学に関して文句があるみたいに取られてしまうと思うので、多分、ついでにアベマプライムを入れたんだと思うんですよね。<laughs> だから、その、あの、日経テルト大学は、その成田さんがそう言うだろうというのは、まあ多分その予想の範囲内で、まあまあそう書かれるだろう、しょうがないよね、なんですけど、なんか、一個だけだとまずいなと思った、あその成田さんがアベマプライムを入れたんですけど、ね、アベマプライムは今,今、え、成田さん出てくれないの で僕ら別に何ン成田さんに悪いことしないよって言って、今、あの、めっちゃ困ってると思うんですよ。なので、あの、アベマプライムはもらい事故なんじゃないかなと思ってるんですけど、はい。日経テレ東大学とアベマプライムの登録者が、それぞれ100万人を超えたそうです。いい機会なので、私は両方の番組から引退します。一年ちょいありがとうございました。また22世紀にお会いしましょう。 えー、パンダに関する情報を発信するサイト、日本パンダの仮にです。ゆりくさんパンダを見たことがありますか上野と和歌山と、あと上海で見たかなあの、まあ、あ上海まで行くとパンダいっぱいいるんで、確か上海の動物だと思うんですけど、なんかいっぱいいるんで、そんなにレア感がないんですけど。で、えっ、ー、と、まあ、ちょっとパンダで思い出したんですけど、最近あの、日経テレ東大学、リハックで収録があったんですけど、で、 たまたまその収録が、まあ、その、まあ、面白いかなと思って、その一応スポンサーのいるタイプの収録だったんですけど、まあ、面白いかなと思って思ったことを口に出していて、で、たまたまそこの現場に、あの、死んだ魚用意してる性格の悪いデブのひげおやじさんっていう人が、 そのテレビ東京日経テレ東大学のスタジオにいて、で僕がリモートで、その微妙な空気を出すっていうスポンサー番組をやったせいで、なんか僕がいなくなった後に、あの、そのなんかスタッフがスポンサーに激詰めされてたらしいんですよね。<laughs> <laughs> まあそれはあの金払ってやったにも変わらず僕にボロクソ言われてたらそれは怒るだろうって話なんですけどなのであのひょっとしたらあのそのなんかあの収録なくなるかもしれないのであのそれでねあのやっぱりあそこの日経テレ東大学のパンダさんって頭おかしいなと思いましたはいご視聴ありがとうございましたチャンネル登録お願いします Who's fault is our fault or your fault Who's fault o k o k Choose Who's fault 家帰ってやめるどこ帰るんですか、うん